事件の、まあ、今までのものをまとめるとするとですね、ここの旦那さんは奥さんを銃殺したっぽい、右目を撃ち抜いて。で、旦那さん自身は何かに取り憑かれていたと、悪魔に。しかもこの事件、近所で何件か勃発していると。一つや二つではない、いろんな家族が、この現象に見舞われているということですね。こういう状態になっている。何かこう謎を解明するために謎のヒントを探すという、遅くに子供の声がするわけがない。そうだろう、子供が言うわけがない、こんなところに。おーい、うーい、そこに今度現れるのかよ。私を食べるなよ。なんかそんなビッグマックを食べるような感じで私を食べるんじゃないよ、そういう流れでさ。勘弁してくんないか。いや、そこは美味しくないと思うんだ。マジでこれびっくりするよ、もう。私の声でびっくりした方は、すみません。さあ、これで何週目だろうが。なんか真相に近づいてるのかな。起き上がります。そしてこのね、コメントでもあったんですが、この壁に実は、刻まれているものがあると。これを見てください。要は12345でスラッシュ、12345でこう斜めに引いてる。多分日数を数えてるんでしょうね、おそらくですね。以前ここに私以外の人もいてですね、あ、動いてる、私以外の人もいてですね、ここで要は何回もループして、そのたんびにここに記していってたんじゃないかなと思うわけですね。でも壁中こんな状態なわけですよ。おそらく抜け出せないまま、まあここに閉じ込められてずっとループしてたんじゃないかと私は推察します。ええ、もうだいぶ慣れてきたよ。でもうんこもちびらなくなってきたしね。このネタ引っ張るなっちゅう話ですわ。ちびったのなんだのね。おいなんだこれ。お、今なんか出てた、今なんか出たね。今出たよ、謎のね、文が出た。これぜひとも止めて編集時にちょっと確認したいと思います。なんだったんだ今の、何か出たよ。気になる。今の文字何だったんだ。この辺もだからしっかり見てね。なんかあるかもしんないからね。ああ、円もそんな変わってないもんな。あなたも相変わらずだもんね。おー、出てきた。ノンアンドロ、わあ、今、出てきましたね。また新しいメッセージ出てきた。これいいんじゃないか？これで次進めるんじゃないかな？出てくる条件がいまいちわからないけども。これでいいんじゃないかな？緑に変わったな。近い。あんたのお母ちゃん近いよ。いや、なんかね、あるよね、後ろの鏡にね映ってることってね。結構皆さんもね、風呂入るとき見てみてください。いや、怖い怖い。いや、何を言ってるんだ私は。
いや見なくていいよ、そんな出てこないから大丈夫大丈夫、みんなそんなね不安がらないでください。もうみんなこれねすげえね、もう見れない見れないみたいになってね、このままではね本当誰もこの動画を再生しなくなる、このままではね、この怖さのままで行ってしまったらね、参りますよこれ。誰も再生してくれなかったら私一人で怖い羽目になりますから、皆さんも一緒に、この恐怖をね体感してほしい、本当私の代わりに。おお、また出た、また出ました。ん？こっちか。あ、お母さん、お母さん、ちょっと今日のあの晩ご飯何かな、ちょっとそんなプル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 震えてるけどね、なんかこんにゃくかなんかなのかな、今日は なんか煮付けかな、違うのそれ、顔横振ってるけど違うのなんてねあー、いやー、なんかこんなことでも言ってないでやってられないですよ本当にね、このお母さんね、やばいったな本当によし、もういないね、オッケーオッケー。うふふ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 ふ、これでですね、一回ね、この方に取り付いていただきます。私にね。で、ここからが問題なんですわい。これ実はね、私気づいたんですが、取り付かれると、足音をよく聞いてください。自分の足音以外の足音が聞こえるでしょ、これ。これね、実はついてきてるんですね、これ。奥さんね、この奥さんがついてきてる。あれ、時間がついたな。時間つきましたね。こうやってね、ついてきてるので、ペタ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 ね、私以外の足音が実は聞こえてるんですね。これを鏡で確認したところ、見えない。いないですね、実は。これが非常に謎なんですが、何かこうヒントが隠れているんじゃないかと思うんですが、これ1時間以上これさまよっているんですが、ちょっと分かりませんね。分からない部分が多すぎて、ちょっとこれここの回でちょっと断念しようかなと今思っております。一つ気づいたことがあります。それは何かと言いますとですね、まずこの辺、まずこれでしょ、そしてですねこの辺、これがあるんですね。実はこの押し込んだ時、これを注意深く見た時にですね、通常よりも深く、視点が、進むところがあるんですね、これ。それに気づきました。あとはどこかと言いますと、ここ。はい。さあ、あとはどこか。記憶している限りですわね。ですわね。記憶かしている限りは、どこなのか。あと、この鐘が鳴ってる時はですね、12時になってます。ちょうど0時になると。でここにね、これね、今ここ見ました、なんか紙切れみたいなのありましたよね。あれ結構問題だと思うんですよ。なのでこれ紙切れを実はゲットするという可能性が十分にある。紙切れを集めていくっていうのはゴールにつながるんじゃないかと。いや、私ね確信しておりますよこれは。
あることしかできなかったんだ。はい。はい。喋った。何？師匠。何やったんや。何やったんや。スゴロが喋り出したぞ。えらいこっちゃな。なんで私師匠とか言うたんやろ。チャンネル登録は PC からは画面上のアイコンから、そして携帯機器スマホなどの方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。